すっぴんとおります。こんにちは、田村です。今日はですね、まあ、さっき実家暮らし26歳のナイトルーティーンっていう動画を撮ってたんですけど、お風呂キャンセルしちゃいまして今日はね、化粧しないって、メイクしないって決めた一日なので、もうそのままメイクしない一日を撮っちゃえと思って急遽動画を回しております。まあ、だから2本撮りですね今日は。イエイ。そう、たまにあるんですよ。前日飲みすぎちゃって、テキーラとかなんか泡盛とか飲みすぎちゃって、そのまま意識失うかのように寝ちゃって、起きたらうわメイク落とし忘れたっていうことが本当に月 1,2 回ありますね。もうそういう時は3日間ぐらい化粧しません。なんでかっていうと、化粧を落とし忘れると汚い雑巾を3日間ぐらい顔にのせたぐらい汚いって言われてるんですよ。ってことは、まあ3日間化粧しなければプラマイゼロじゃねっていう、なんか浅い知能で考えてるんですけどなので今日はメイクしません。とりあえずもうお昼なんでご飯食べますで、しかも昨日飲みすぎちゃってお腹下してるんですよ。だからちょっとカレーに納豆を入れて腸内環境を整えようと思って。そう、お酒飲みすぎると毎回下痢になるんですよね。います？そういう方。マジで下痢になるんだよね。まあ、調べたらアルコール摂取しすぎると下痢になるとは書いてあったので、飲みすぎたんだろうねきっと昨日。うん、いただきますよ、のせた。いただきます。そして美味しい。東京でもし一人暮らししたら、化粧落とし忘れた日はカレー作ろっかな3日間ぐらいね、カレーで過ごせるし。俺の YouTube の視聴者さんって女性が多いんですかね、男性が多いんですかね。きっと多分メンズメイクで動画投稿してるから男性の方が多いと思うんですけど、多分世の中の男性は眠気とメイク落とすこの葛藤の辛さ知らないでしょこれマジでメイクし始めたら本当に世の中の女性のみんなってこれ大変だなって思いますよ。疲れててもね、メイク落とさないといけない。だって男の子だってさ、正直さ、今日風呂入んなくてもいいやって言ってもさ、ぶっちゃけさニキビなんてできないじゃん。だってほんのちょっと脂っこくなるぐらいで、基本的にはそんなダメージないでしょ。でも化粧を落とし忘れて寝ちゃうとマジでニキビできんの。毛穴にね、化粧が詰まったりして。そう、だから俺もここら辺にニキビができちゃったんだけど、化粧を落とし忘れて。お風呂に入んなきゃっていう使命感はやっぱ男性よりも女性の方が強いと思うんだよ。俺もメイクしてその気持ちが分かった。いや本当にね、お風呂って大変だよねいや俺は基本的にお風呂入りますよ。だけどまあたまにちょっとね、めんどくさくてキャンセルしちゃう時ありますけど。そこの価値観ってさ、結構恋愛とかでも大切になってくるよね。お風呂キャンセルできる子とさ、お風呂キャンセルできない子がもし付き合ったらさ、マジでさ、お風呂キャンセルでき、したくない人からしたらさ、マジで同じベッド入んないでとか思うじゃん。俺も思うと思う、きっと。いや、でもなんか、許せちゃうかな、意外と。意外と許せちゃうかも。俺はなんか、もしお風呂キャンセルしちゃったら、もう同じベッドでは寝ないんですけど、申し訳ないと思って。される分には俺多分大丈夫だな。いや、でも気持ち悪いか。どうなんだろう。まあ、実際ちょっと、下見ないとわかんないですけど、多分世の中はやっぱ無理な人が多いと思うしな。そこの価値観ってマジ大切だよね。でも汚いカップルにはなりたくない。綺麗なカップルでいたい。どうせってさ、マジでさ、カエル化地雷、たくさん埋まってるよね。例えば、トイレの閉め忘れとかさ、お風呂キャンセル、歯の磨く頻度とかもそうじゃない？なんか、例えば、1日に2回磨く人いるじゃん。朝と夜とか。でも、さ、毎回ご飯食ったら、歯磨きする人もいると思うんだよ。1日3回か2回か。この頻度にもよると思うし、あとはこういうゴミを置きっぱなしとかさ、絶対に人それぞれさ、育った家庭が違うからさ、価値観って違うわけじゃん。いや怖いよ、なんかそういうとこで俺カエル化されちゃったりとかしたら嫌だし、俺もカエル化したくないな。なんか俺のイメージなんですけど、同棲ってそのカップルの答えの結末がギュッて縮まる行為だと思うの。例えば同棲しなかったら3年付き合えてて、3年後に別れちゃったかもしれないカップルが、同棲したことによって3ヶ月で別れちゃうみたいなパターンってよくあると思うの。なんていうの、もう距離が近すぎるがゆえに徐々に分かっていくことが一気にガーンって分かるから、結構僕同棲怖い派ですね。うん、なんか俺がやばいことしでかしそうだしな。でも結婚するなら同棲はやっぱ必須だよね。いつの間にか同棲の話したり、なんか恋愛の話だったけど。でもよくするんですよ、居酒屋の場で。付き合っていつぐらいで同棲する派みたいなとか、結婚前に絶対同棲するタイプとか、そういう話し合いとかよくするんですよ。でも俺の地元って周りの同世代で離婚してる人何組もいて、プラス同棲して別れちゃったっていうカップルも何人もいたんで、なんか同棲とか結婚に対してすっごいネガティブなイメージなの。だから
あんまりなんか、いやまだ結婚したくないなっていう男友達とか、いや同棲怖え嫌だなっていう男友達めっちゃいっぱいいますよ。そう、あの多分ねイメージが悪すぎる。みんなのね地元で同棲して結婚したカップルがたくさんいたら、あ同棲っていいもんなんだって思うかもしれないですけど、僕の地元ではもう同棲して別れた子ばっかなんで、怖っってなっちゃってますね僕の頭の中では。めっちゃ恋愛の話しちゃったわ。でもなんか恋愛の話俺結構好きなんだよね。お酒とか入ったら永遠と語れちゃう。いつもなんかみんなに問題提起するタイプなんですよ俺。これとこれどっちタイプみたいなとか聞くのすごい好きなんで、会話作ったりするのがすごい好きなんですよ僕。だから本当はこうやってカメラに向かってバーバー喋ってるだけじゃなくて、みんなとこうなんかライブ配信とかがいいかもしれないな。なんか会話するのが一番好きですね。ライブ配信10万人いったらしよっかな。 YouTube 銀の盾もらったら YouTube 配信しますね。そういう恋愛系とかみんなと話したい。いやなんかメイクしない一日いいな。ちょっと最近メイクするのも疲れてきたもん。別にメイクが嫌いになったとかじゃないんだけど、なんだろうな、地肌が綺麗だったらそのままピッと出かけれるのになとか考えちゃいますね。飲み行くだけでみんなよりさ 1,2 時間前から支度しないといけないのめんどくせえとか思っちゃいますね最近は。うん、基本的に俺もマジでクソ怠惰な人間なんでね、プロキャンセルするぐらいの怠惰な人間がさよくメイクなんてしてられるよ俺本当に。うん、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。あーご飯食い終わったんで、とりあえず今日のすべきこと、TikTok の編集と YouTube の編集、その他諸々の投稿をちょっとやりながら、でももうちょっと映画見よっかな。俺めっちゃ映画好きなんですよね。さっきご飯食いながら普通に話してましたけど、僕ご飯食う時絶対アニメとか映画を見ないとご飯食べれない人間なんですよ。何見よっかな。毎回ご飯のたびにアニメ見てってるから、多分 Netflix に載ってるアニメほとんど見た。多分俺マジで知らないアニメないぐらい見た。俺の今のおすすめのアニメはこれですかね。見えますか、逃げ上手の若君っていう鎌倉時代のお話で、北条家とかなんかそういう歴史もののアニメなんですけど、すごい面白い。なんか堅苦しい歴史と現代の令和的なアニメをリミックスした感じで、すごいね見てて僕は好きですね。うん、ぜひ見てみてください。みんなもなんか面白いアニメだったらコメント欄で教えて。俺見るからマジで。何見よっかな今日は。マジでこういう時に背徳感すごい。この友達の社会人とかの子たちはみんなわせわせ働いてる中、俺は自由気ままにアニメを見て、マジで社会のゴミですよ。まあただね、その分やらないといけないことをやってから見ましょう。じゃあちょっと編集してアニメ見ていきたいと思います。はい、ただいまの時間5時ですね。もうただぐーたらしてただけ。本当になんもしてない。軽くお仕事はしましたけど、ほぼアニメと TikTok の往復。やばいやばい、もう気づいたら5時ですよ。もう本当に待って、やばいわ。メイクしない一日っていうテーマでね動画回したらいいものの、本当になんもしてえわ俺。これね、何もしない一日を動画にするべきじゃないな。本当になんもしてないから。動画になんだよ。なんでとりあえず2食目のご飯を食べていきたいと思います。もうこれで動画は終わる。ただの飯食い動画じゃないかこれ。2食目はですね、なんだこれ、あ、アジの干からびたやつですね。なんていうのこれ、アジの干物、干物だと、なんかの残りのサラダいただきます。うん、おいしい。基本的に俺は何もしないって言ったら何もしたいんですよ。ひたすらアニメとか映画とかしか見ないし、ぶっちゃけ TikTok とか YouTube 見ることも仕事の一部なので、なんか今こういうものが流行ったりとか、あこういう企画撮ろうとか、なんかそういうのも含めて結構そう SNS をめちゃくちゃ見るので、なんかほぼ遊びが仕事ですね。だからなんか何もしないって決めたら本当に特にすることがない。本当ね、旗から見たらいい仕事に見えますよねこういうインフルエンサーって。うん、骨を取るのや諦めました。こんなこと食っちゃえばいい。なんか恋愛の話したいな。え、じゃあ僕、まあちょっともうほんと やることないので、僕の悩みっていうか僕の話聞いてくれますか。俺って本当に女性の見る目がないんですよ。
これ最近あざとくて何が悪いのっていうさ、もともと田中みな実さんとかがやってた番組で、今鈴木愛理ちゃんが MC を務めてると思うんだけど、まあ、その番組で鈴木愛理ちゃんがダメ男に引っかかっちゃうみたいな話をしたんですけど、俺もめっちゃダメ女に引っかかるんですよ。あ、そのごめん、あの元カノの人が見てたらごめんなさい。あなたたちは別にダメ女とかそういう言ってることじゃないんですよ。あのそこでいいなって思う人が大体ダメ女だったりとかするパターンが多いんですよ。これ元カノとか見たら最悪だよね今の私ってダメ女だったのみたいになるよな。そういうことじゃないからね、ほんと違う。あの付き合った人はみんな一緒でした。違うんだけど、なんだろうな、その鈴木愛理ちゃんがそのなんか刺激を求めちゃうんだって、その男の子に面倒見たくなっちゃうっていうか、ずっと私のことを好きでいてくれて優しくしてくれる男の人じゃなんか物足りなくて、なんかそういうちょっと沼な男に行っちゃう傾向があるって言ってたんですよ。俺もマジでそれであって、絶対この人と幸せになれるのに刺激を求めにこういう悪い方向に行っちゃうっていう傾向がマジであって、これ本当に直したいっていうか、やばいなって思ってきて、傍から見てると鈴木愛理ちゃん、まあ絶対幸せになれないなみたいな、これ絶対ダメ男に引っかかって人生積むパターンだなとかって思っちゃったのね、その動画を見て。でも傍から見たら俺もそうなんだと思って、友達に結構見る目ないって言われてたから、あ、友達みんな俺のことあんな風に見えてたんだって思った時に俺やばいと思って。そうなんですよね。どういう人が好きかっていうのをまず軽く説明すると、なんか綺麗系で育ちのいい女性が好きなんですよ。品があったりとか、まあ、感覚的には、まあ、ディオールみたいな女性がめっちゃ好きなんですよそのパターンって本当に2つしかなくて、マジなお嬢様か成金の港区女子どっちかだろで、マジで港区女子みたいな人ばっかりかかるみたいな傾向があって、港区女子系ね、別に港区女子と付き合ったことは一回もないんですけど、そうそうそう。で、かといってさ、めちゃくちゃお嬢様な人と付き合ったとしてもさ、絶対金銭感覚が違うじゃん。どっち選んだよ、もうダメなんだよね俺はきっと。まあ、でも好きなんですよね、そういうなんか品がある知性のある女性が好きで、なんか付き合ってる時に例えばフレンチとか行くじゃないですか、なんかテーブルマナーを教えてくれたりする女性めちゃめちゃ好きなんですよね。ここはこんな感じなんだよみたいな、俺もある程度知識はあるけど、え、これってこうやってやるんだみたいな、でこういう意味があってこういうのがマナーなんだよって俺の知らない知識を教えてくれた時にめっちゃキュンってするんですよね。なんか博学な女性、俺の知らない知識を持ってるってなんかすごい尊敬するっていうか。でもきっと俺はサイゼリアとか家系ラーメンとかを一緒に油まみれで食べれる女性といた方がきっと幸せになる気がする誰かいませんか、一緒に家系ラーメン油まみれになって食べてくれる女性ね、本当に悩み。俺はでも今3年半ぐらい彼女いないんですけど、ちょっとそろそろなんかいたらいいなとは思ってます。彼女が、あと年上と付き合ってみたいかも。俺26歳なんですけど、まあ同い年しか付き合ったことないし、年上好きだし、僕あのお姉ちゃんいるので年上と意外と付き合ったことなくて、人生経験っていうか普通に付き合ってみたいなと思いますね。あともう一つ悩みがあって、まあ、そもそもなんか俺そんなに恋愛体質じゃないっていうか、好きと気になるの境界線がバカ高いですよね。なんか気になるなぐらいはあるんですけど、好きっていう感情になるのがあんまりなくて、俺人好きになれるのかなってたまに思う時あるんですよね。本当になったことがない。なんかじんわりじんわり好きになったこととか、ほぼ一目惚れに近いな。以前お付き合いした方とかも出会って2週間とかで付き合いましたね。僕もうこの人なんだと思って、その2週間の間にめっちゃもう遊ぼう遊ぼうって言って自分から告白しましたね。だからなんか多分あるんですかね、そういうのって。この人と付き合うんだとか、この人と結婚するんだっていうのはやっぱビビッとくるタイプなのかもしれない。俺は出会った1日目で大体わかりますもん。あ、この人と付き合うんだみたいなとか、この人好きいいなとか。でもなんかそういう一目惚れって絶対外見ですよねなんかみんな世間ってなんかその外見主義っていうのを綺麗にまとめて一目惚れっていう名前にしてるじゃないですか。一目惚れってただの外見で決めてるってことですよね最悪じゃないですか。でも本当そうなんですよ、多分俺外見なのか、なんか本当恋愛もなんか結構ちゃんとしていきたいな、20代のうちに。なんか仕事ばっかりでもないけど、こういうお仕事ってみんなから見られる仕事だから、彼女とか作っちゃうと大変そうじゃないですか。インフルエンサーと付き合うと嫌な思いしそうじゃないですか、こっちはそんなつもりじゃなくても。だからなんか大切な人はあまり作らないように考えてきましたけど、でもかといって僕も人間なので全然恋愛をしたいですね。たまに思いますもんね、こういう仕事を選んだなら恋愛しちゃいけないんだみたいな。普通の結婚とか普通の恋愛って多分できないんじゃないかとか勝手に考えちゃいますもんね。え、だって嫌ですよね、自分の彼女がさインフルエンサーで
街歩いただけでなんか握手してくださいとかさ、 DM 毎日来たりとか、なんかライブ配信したらめっちゃ好きです好きですみたいな付き合ってくださいとか言われてたらめっちゃ嫌じゃないですか。俺も嫌だもんな。だから難しいよね。俺は別にそんな今めちゃくちゃ有名でもないから全然ね、そういう苦しみはまだないと思いますけど、芸能人とかさ、トップ YouTuber の人たちの恋愛って多分ヤバそうだよね。それに伴った苦しさとかありそう、ね、そうなる前にちゃんと恋愛したい。もちろん俺は人気者っていうかトップにね行きたいけど、恋愛したいけど恋愛しちゃうと結構生活変わっちゃうタイプなんですよね。彼女大好きマンなので僕は、もう彼女ができたらめっちゃもう彼女優先みたいな、もう彼女とのデートの日にちのためにめっちゃスケジュール仕事ずらしたりとかしちゃうタイプなので、だから俺多分彼女にこの仕事辞めてって言われたら多分マジで辞めちゃいそうな勢いはありますね。うん、一回それ過去に俺友達に止められたことあって、目覚ませバーンって言われて、うわやばいみたいな、それで目覚ましたことあるんですけど今考えたらやばいだと思うんですよ。でもそんぐらいあれなんかこう言っちゃうんですよね。だからマジでちゃんとね僕のことをリスペクトしてくれるっていうか、いろんな意味で器の広い人とか、だから本当にいい人と出会わなきゃなとは思いますね。僕の場合は相手の色に染まっちゃうからマジでやばい。だからもう メタモンですね。メタモンポケモンのもう相手に合わせちゃうから、だから僕多分本当にやばい女と付き合ったらやばい男になりますよ。いい女性と付き合ったら多分最高な男になると思う。え、マジでアゲマンの人いないんですか。まあアゲマンって下ネタなのか、別にそんなことないよね。アゲマンと付き合いたい。まあでも一生別に俺 YouTuber ってわけでもないしな。まあそんな感じですね。と親帰ってきちゃいました。やばいやばいやばい。まあまたこの話は次回します。またなんかこんなご飯食いながらまたね動画に、あのまあとにかくまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。